はい、皆さんこんにちは、田野修です。私はですね、今名南村水っていうね、要はメコン川と、ピン川、ピンじゃねえなんだっけ、もう一個の川がね、合流するところで、色がね、二つにこう、わかりますかね、うっすらと、分かれてるところに来ています。さっきね、さっき以前か、撮影したんですけど、こっち側がメコン川ですね。で、こっち側が、なんだっけ、ピン川じゃなくて、なんだっけ、忘れちゃった。川あるんですけど、そうですね、それで、のちょうど境目になります。それで、相変わらずの動画に見えるのが、ラオスなんですが、実は Google マップ上ですけどもね、マップ上、実はここの手前に、草ありますけど、この辺に国境が実は通っていることになってます。ここはタイなんですけど、このね、私の指先の、この辺、この辺を実はラオス国境になってまして、あの島は実はラオスということになります。ちょっとね、 Google マップ上が完全に正しいかどうかわからないですけど、もし信じるとすれば、本当にね、ここが国境の目と鼻の先ということで、あの島はラオスということになります。もう一度言うと、この辺ですね、この辺です。はい、ラオス国境、こういう感じですになってます。で、このもうちょっと先からですね、陸地になるんですよね。タイトルラオスと、普通はその川のね、ところなんですけど、もうすぐね、こっちの方のこう陸地の方に、ね、入っていくと、ちょっとなってます。こちらね、ちょっと行くんですけど、ちょっとね、また行ってみたいと思います。じゃあね、このラオスを見ながら、はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。